City Graffiti AOR Channel。シティグラフィティチャンネルへようこそ、川口です。本日は、日本の AOR を代表するアーティスト山下達郎さんをご紹介していきたいと思います。私も非常に山下達郎さんの音楽には影響を受けておりまして、もう正直ほぼパクってます。概要はウィキペディアから。山下達郎、1953年昭和28年2月4日生まれ、日本のシンガーソングライター。音楽作りに対するこだわりと独自の制作姿勢から音の職人とも称される。レコード、CD コレクター、オーディオマニアで、音楽の趣味も幅広い。で特にビーチボーイズとドゥーアップの熱心なファンの一人であり、知識も豊富である。妻シンガーソングライターの竹内まりやさんということですね。この方は究極の音楽マニアで、自他ともに認めるレコードコレクターで、本人も私はレコードのために仕事をしている、音楽をしていると言っているぐらいですし、奥さんの竹内まりやさんからは、私はレコード倉庫と結婚したというふうに言われるぐらいにレコード収集をしている方なんですね。でその枚数は6万枚を超えると、本当レコードマニア、コレクターな方です。ミュージシャンとしての特徴を挙げていきます。まず山下達郎さん、優れたコンポーザーであり、でなおかつアレンジまで全部一人で行ってしまうすごい方です。で楽器も何でもできて、いわゆるマルチプレイヤーというやつですね。曲によっては、全ての演奏を一人で行ってしまっている楽曲もあったりします。やはり山下達郎さんはその歌声が特徴的だと思うんですけど、そのボーカルスタイルですね、彼がボーカリストとしてどれだけすごいか、その歌声の魅力、特徴は何かっていうと、まずはやはりその広い声域と声量ですね。高い音から低い音まで、ムラなく出せる。そして声量なんですけど、ライブの中でこうステージの一番奥まで行って、でマイクを使わずに大声で叫ぶっていうパフォーマンスをするんですが、ガラパゴスというふうに言ったりするんですけど、そういうふうなパフォーマンスをするぐらいこう声量がある方なんですね。声の秘密なんですけど、これ歌っている方は感じている方多いんじゃないかなと思うんですが、非常にこう密度の高い声をされています。でいわゆるこう声帯がきっちり締まりきった発声で、例えば私の声とかこうちょっとくぐもった感じの声になってしまっているんですけど、これって少し声帯が開いてしまっているんですよね。それがこうちゃんと声帯が締まりきっていると、ああいうこう密な声が出るっていう形なんですけど、非常にだから発声としても理想的な発声をされている方ですね。その声帯が締まりきっているから、その息を無駄遣いせずに済むっていうので、とても燃費のいい歌い方をされている方で、それもやっぱりそういう声量とかに繋がってくるのかなと思います。でまた歌う時のその発音ですね、とても発音がクリアで、この子音とかにごまかしが一切ないというか、とても明確に発音されてますね。ride on time とかも、例えば ride on time じゃなくて ride on time みたいな、こう r とか t とか、その r とか t のちょっとぼやけがちなところとかもしっかりと発音しているっていうので、とてもこう聞き心地が良い歌い方をされているんですね。そこに彼独特の歌い回し、うねりを聞かせた、ちょっとこう溜めたような歌い回しですね、そういうのが相まってもああいう歌声になっているのかなと思います。山下達郎さんってビーチボーイズっていうアメリカの、バンドの大ファンとして有名なんですけど、そのビーチボーイズの音源聞いてみると、確かに歌い方似てるなというふうに感じる部分は、結構ありますね。もちろんそれだけじゃないとは思うんですけど、結構やっぱそこに影響を受けているのは大きいのかなという印象ですね。ギタリストとしてもとても優れた方で、そのギターの奏法の中でも特にカッティングという奏法に関して名人技を披露しているっていう方なんですけど、そのカッティングって何かって言ったら、いわゆるこうギターでこうみたいな、こうジャカジャカやるっていうよりか、こう刻む感じのことをやってるんですよね。こうみたいな、こんな感じの演奏の仕方をカッティングって言ったりするんですけど、それがとてもすごい上手い方です。でやはりそれは圧倒的なリズム感の良さが起因しているんですね。とてもその歌も上手い方なんですけど、やっぱりリズム感がいいと歌が上手くなるんですよ。不思議なもので。で、やっぱそのリズム感もギターにも反映させてるんで、とてもこうリズム感、グルーヴ感のあるカッティングを奏でる方なんですね。で、またその持っているテレキャスターという楽器の特性と、あと独特の腕の振り方ですね。かなり大振りに振る方で、結構こうカッティングだとこう手首の回転を使ってやる。
こういうのっていうよりかは、その山下達郎さんもこう腕全体を振って、こんな風にかなり、大振りに腕を振られているんですよね。で、まあやっぱり、あとは、このおにぎり型ピックっていうんですか、少し大きくて柔らかい、ピックを使って、かなりこう、しなるような弾き方をしています。で、それで弦全体をすごいこう、震わせているような弾き方をするんですよね。まあそれがやはり彼独特のカッティングの音になっているんじゃないかなと思います。彼の曲の特徴なんですが、いわゆるもう本当、AOR の特徴である、その都会感とか、あとはその日本の AOR によく色が出ている、リゾート感が非常に溢れるサウンドが山下達郎さんの楽曲の大きな特徴です。で、その都会感とかリゾート感って何で出ているのかって言ったら、やはりそのコード使い、とかアレンジですね。例えばその D というコードをこう鳴らした時に、これ普通の D のコードですね。なんですが、その山下達郎さんはこの D のコードを鳴らす時にこういう風に、ちょっとまあこれD を少しいじった Dm7-9 というコードなんですけど、まあこんな風にちょっと音の多いコードを鳴らすことで、こういう都会感とかリゾート感というものを演出している、わけですね。で、動き方とかも A、D っていう風に動くコードをこういう風に G 音 A、Dm7-9という風にこういう風に音をより複雑にすることで、こうおしゃれな感じにしたりしているんですね。アレンジなんですが、そのアレンジの肝はやはりリズムパターンとコーラスワーク、そして重厚なブラスセクション、ストリングスセクションの3つじゃないかなと思っております。リズムパターンに関しては日本の音楽だけではあまり発想が湧いてこないような、なんかシンコペーションこう前に食ったようなリズムとかを入れてきたりするんですよね。で、これってやはりその当時アメリカで流行っていたそういう R&B 系の音楽とか、あとはそれこそ AOR とか、そういうのを聞いていないとなんか出てこない発想かなと思います。で、コーラスワークに関しても重厚なハーモニー、とかでよりこうおしゃれな印象になっていきますよね。ブラスセクションとかストリングスっていうのもかなり都会的な印象を与える要素の一つじゃないかなと思います。ちなみに言うと、吹奏楽部にいらっしゃる方はニューサンズインブラスっていう東京構成ウィンドオーケストラが年に1回発表するアルバムご存知かと思うんですけど、あれによく参加されている数原慎さんは、山下達郎さんの作品にとても多く参加されている方です。コンポーザーとしてはキンキキッズのガラスの少年とかジェットコースターロマンスですね、あれは山下達郎さんの作曲になりますね。彼を知るにあたって必ず聞いた方がいいだろうというものを私の観点でなんですがご紹介したいと思います。まず本当に入り口初めて聞きますという方はもうまずはベスト版でいいと思います。で、ベスト版今もうたくさん出ているんですが、3、4年前ぐらいに出たオーパス、もういわゆるオールタイムベストですね。もうこれはもう全時代網羅しているんで、もうまずはこれから入っちゃって問題ないと思います。まあ、ただこのオーパスでボリュームが非常に多いので、まあ、ちょっとそのボリューム多いのが苦手だという方は、まあ、一つはカムアロング2っていうか、カムアロングシリーズっていうコンピレーションアルバムのシリーズがあるんですけど、それの2作目なんですが、こちらもおすすめですね。こちらそのコンピレーションアルバム、なんですけど、まあ、実質80年代前半時点でのベスト版と言える内容になっております。で、このカムアロングは、ラジオのようにこう、DJ が曲を繋いでいくっていう、もうほんとラジオを聴いているような感覚で楽しめるもので、まあそういう面白い演出もあります。DJ なんですけど、実はベストヒット USA でおなじみの、小林克也さんですね、も参加されています。もう一つはトレジャーズっていうアルバムもあるんですが、まあこれはクリスマスイブとかアトムの子とか、テレビとか CM とかで使われているような有名曲を収録している。で、なおかつまあ64分と、まあまあ1時間ちょっとで収まっている、コンパクトに収まっている内容なので、まあとりあえずの入門版としておすすめかなと思います。ではその世界観を知るっていう意味での必聴版ご紹介します。まず一つ目はこれですね。For You。
この For You はもう圧倒的名盤ですね。間違いなく、個人的には一番好きなアルバム。もう都会的とか、あとはそのリゾート感っていったその達郎サウンドのもう一つの完成形がもうここでできています。楽曲もカラーが統一されているんだけど、でもバリエーション豊かな。でまたその構成もとても良くてですね、もうライブのような起承転結がある展開なんですよね。もうほんとアップテンポの曲と、バラードが混ざって、その後にはちょっとしたインタールードが入っていたりみたいな形で、もう本当に、頭から最後まで捨て曲もなく、なおかつ飽きることなく聴ける一枚かなと、思います。まあライブなどでの代表曲、スパークルであるとか、ラブランドアイランド、とか、まあそういったものも含まれているし、でまあ達郎さん本人もやっぱりかなり気に入っている一枚だということで挙げているものなんですけど、まあそのすごいこの完成度の高さは、やはりそのこの For You の前でライドオンタイムというアルバムを出して、でまあそれでヒットしたんですよね、ライドオンタイムが。でそのヒットしたことによって売り上げが見込めるから、予算もしっかり組めたし、時間の制約もだいぶなくなって伸び伸び作ることができた、っていうこともこの For You が完成度高くなった要因の一つとして、お話しされているものなんですけど、まあ、本当に非常にクオリティが高いです、このアルバムは。あとはやはりこのジャケットも素晴らしいですね。鈴木英人さんという方、イラストレーターによる、このジャケットイラストも個人的には名盤として挙げる要因の一つにしたいと思っています。ちなみにこの鈴木英人さんという方のイラスト大好きで、私のプロジェクトのシティグラフィティのアルバムですね、ちょっと出させていただくんですけど、これも、鈴木英人さんのように描いてくださいっていう風にイラストレーターの方に依頼して作ってもらいました。イラストレーターの方もね、非常にいい素晴らしい絵を残してくださったんですけど、ちょっとした宣伝でした。さてもう一つの必聴版ですね。次はこれライブ版になるんですけど、ジョイというこのアルバム、これはもう80年代の山下達郎さんのライブの集大成という、感じのもう作品ですね。もう選曲ももうほんとベストと言っていい選曲で、あとはもう何より演奏のクオリティが圧倒的に高いんですよね。もうスタジオ版なのかっていう風に勘違いするぐらいのレベルの演奏でして、さらに言うとその演奏してるメンバーは、まあ、いわゆる7人のバンド編成に3名のコーラスっていう形で、まあ10人での演奏になるんですけど、やっぱそのスタジオ版とのアレンジからだいぶ異なるものなんですね。やっぱストリングスとか抜けちゃってるし、ブラスもサックスしかいないので、いわゆるアルバムに入っているようなブラスセクションとかはなくなっているので、そのアレンジの肝である部分がだいぶなくなってしまっているんですが、それでも楽曲の良さが損なわれていないっていうので、やっぱりその曲の質の高さも、再認識できる一枚かなと思います。実は私山下達郎さん、その最初にカムアロング2で一通りさらった後には次この上位に行ったんですよね。でもこれで一気にもうその山下達郎さんのサウンドにのめり込んでいったんですけど、本当に入門版としてもいいんじゃないかというぐらいにクオリティが高いし、選曲もベストなアルバムです。山下達郎サウンドを長きにわたって支えたベース伊藤幸喜さんと、ドラム青山純さんのそのリズムセクションも素晴らしい演奏されてるんですよね。まあ、そういう意味でプレイヤー目線でもとても面白いアルバムじゃないかなと思います。普通にレンタルとかでも借りれると思うので、聞いてみていただければなと思います。ではより詳しく山下達郎さんの音楽を知りたいという、方に向けてのアルバムですね。これ聴いたらいいんじゃないかというものなんですが、非常に悩んだんですが、まあ、3つに絞りました。まず1つ、これですね。スペイシー、ということで、まあこれ、セカンドアルバムですね。これはアレンジまで全て山下達郎さんが一人で行った、初めての作品でして、ファーストアルバムでは実はアレンジャーを起用して作っていたんですよね。で、まあ、やはりこのスペーシーから達郎サウンドが、始まっていったと言っていいんじゃないかなと思います。まあ、その後の作風の方向性を決定づけたアルバム、と言っていいんじゃないかなと思います。で、ただ、その、後の、まあ、ライドオンタイムとか、フォーユーとかと比べると、まだなんかそのアメリカっぽさがだいぶ漂っているかなという印象ですね。曲としては、例えばこう、スタッフのようなソウルバラードで、キャンディーって曲なんですけど、まあ、その、だったりとか、その他 AOR 感の強いソリッドスライダーっていう曲であったりとか、かなりなんかアメリカっぽさが出ているなという印象です。その次、これは一番新しいアルバムなのかな、今のところ。Ray of Hope というこのアルバムですね。2011年作品なんですが、メッセージ性が濃い曲が結構多く入っておりまして、まあそれまでもメッセージ性の強い曲はもちろんあったりしたんですが、特に
その打ち出し方、タイトルとかも含めてかなりメッセージ性が濃いなという印象です。プログラミングとかも前面に打ち出された曲が入っていたりして、結構サウンドとしても近代的な音作りになっています。本当このレイオブホープ、希望の光という意味なんですけど、このタイトルにふさわしい、もう本当ポジティブなエネルギーに溢れた作品です。収録曲としては結構ここ最近の有名どころとしては、映画サマーウォーズの主題歌、僕らの夏の夢であるとか、あと日テレ系情報番組の ZIP のエンディングで使われているマイモーニンググローリーとか、そういったものが収録されているので、これ入り口にしてもいいんじゃないかなっていう気もします。馴染み深い曲が多いのかなというものです。山下達郎さんの本当シンガーソングライターとして、何かこう人に何かを与える、勇気を与える、元気を与えるっていうところの意気込みがすごい感じる作品なんですよね。なので、まあ、それまでの本当スイートなラブソングであるとか、そういったところではない新しい視点が分かりやすい作品じゃないかなと思っております。最後ですね、こちら、オンザストリートコーナーという、こちらなんですが、まあ、これは正直もうかなりマニアックです。これはもう全編アカペラの作品です。このオンザストリートコーナーっていうアルバムは、1から3まであるシリーズ作品に結果としてなったんですけど、まあ、それの第1作目ですね。かなりマニアックなんですけど、まあ、やはりその、達郎さん自身の原点であるドゥアップを知ったりすることができるっていう部分では、とても面白いアルバムかなと思います。もう歌唱力とかが圧倒的だなっていうのは改めてわかりますよね。個人的にはベースラインがとても秀逸な、口でやってるんですよ。口のベースラインがすんごい上手い Remember Me Baby っていう曲であるとか、まあ、あともほんとハーモニーがとにかく綺麗な美しいブルーベルベットっていう曲とか、まあ、そこら辺がおすすめなんですが、という形で入り口から少し深く知りたいよというところまで、まあ、大まかにではあるんですが、少しご紹介させていただきました。ジャパニーズ AOR の象徴である山下達郎さんの音楽っていうのも気になった方はぜひチェックしていただければなと思います。というわけで、本日はこの辺で失礼します。